S, S は日本の小説家鈴木浩二の小説2012年5月初版発売同志のベストセラーであるリングシリーズの1作品であるリングシリーズはリング続編螺旋完結編ループ及び関連事項を描いた短編バースデーの4作品が発表されているが本作は1999年発表の ハッピーバースデーから13年ぶりの同シリーズ新作となる。螺旋の主人公である安藤光夫の長男安藤隆則を主人公としたサスペンスタッチのホラー作品である。隆則は同作での自己死を経てシリーズの重要人物の高山隆二と山村貞子によって計画的に蘇生した人物であるが本作では28歳に成長している上、 すでに妊娠した恋人もいる青年として登場し、高則が自らの出生と蘇生の秘密に迫っていく物語が描かれる。本シリーズでは安藤やサダコラが存在する世界は生命の進化の可能性をコンピュータ上でシミュレートされた仮想現実世界、ループであり、物語はその中における出来事であることが最終作、ループで明らかにされる上、 本シリーズのエピローグに相当するハッピーバースデーにおいて最終的には鉱山によってループ内で貞子は駆逐されて平穏がもたらされ物語は完結している本作がシリーズ中のどの時間軸に位置するのかについては終盤で鉱山の口からごく間接的にループの設定が語られる程度に止まっており特に彼の行動や現状には 旧シリーズの展開とは符号しない展開もあるなど、本作がその時系列上の物語であるのか、それとも平行世界上の別展開であるのかは明確に描かれていない。裕福な医学家系の御曹司として育った安藤隆則は両親の理解の下で芸術を学び、現在では小さな CG 制作会社で働いていた。ある日、隆則は会社の上司から 奇怪なものを映した動画のデータを渡され、テレビの特番として使う素材だが、そのままではきちいため CG 加工することという指示を受ける。そのデータには、とあるマンションの一室で一人の男性が首をつって、自殺する模様が明らさまに記録されていた。一方、高校教師で高則の子供を妊娠している丸山あかねは、偶然から高則の部屋でその動画を見てしまう。 それに映っていた男性は、茜にとって、見覚えがあるものだった。その男性こそ、幼少時代に茜を襲って、殺そうとした上、先日には、他の被害者に対する連続殺人の罪で死刑に、処せられたばかりの柏田誠事だった。高野は、軽事したはずの柏田が、東京品川のマンションで首を吊る動画が、存在するという矛盾の謎を追う一方、 アカネと入籍するために、自分の戸籍投本を役所で入手したところ、自分の知らなかった過去を知ることになる。貞子 3D として2012年に映画化された。丸山アカネは、相川アカネという名で、主人公格となり、安藤もその恋人として登場するが、物語は、原作とは全く違う展開を見せる。 映画オリジナルであり、山村貞子が再び殺人モンスターとして登場する、正統派の怪物ホラー作品として制作された。柏田についても、実はシリーズを通しての重要人物であったという、原作の最も重要な下りを排除したため、旧作との関連は全く描かれていないが、 シリーズ第一作、リングの映画版がサダコをモンスターとして描いたことによって大ヒットしたという点で見るならば、本作もその系譜の延長上と言える内容や演出となっている。ありがとうございます。